かに脱力して、スピードを出す、さらに連打につなげて、インパクトもしっかり取れるようになる練習っていうのをやりますね。これぐらいあんまり多くならない方がいいですね。まあこれぐらい入れてもらいます、ね、まずこれをどう使うかというと、もうこれシャカシャカです。もうこれシャカシャカって呼んでます。自分はシャカ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 練習ですね。もうシャカ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 もうシャーッと、ほらね、まあ横から、ね、まあシャカ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 ね、こんな感じですね。でシャカ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 、もうこんな感じです。もうこれです。これでいいです。シャカシャカできるようになったら、それをパンチを打つのにこうじゃないんで、まあ、こうじゃないです。これがこういう形ですね。こういう形ですね。で、まず、チョン、チャン。ここで、シャカってなる感じです。もうこれだけですね。今、縦剣でいきますけど、これを返す。この感じです。まあ、逆も一緒です。チョン、チョン。これがこう返るですね。ね。トン、トン、シャカ、シャカ、ね。シャカって感じです。返す。まあ、こっちも。ですね。返す。で、まあ、鏡なんか見て練習するときにチェックしてもらいたいのは、みんな、ほんと力抜けないんですよ。で、肩がもうに力入って、いや抜いてるんですって言いながら、こんな感じ、こんな感じになりますね。ね、で肩、じゃあ肩打ちました。でここですね、こっち側の上腕二頭筋の方を使って、これすっげえ力実は入ってるみたいな、ね、感じになってますね。もう本当リラックス、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 リラックス。ね、リラックス、もうリラックス、リラックス、ね、もう本当にリラックスして、ね、打つ、ね、本当にもう力が本当に入らないように、もう楽にですね、言い方が悪いんですけど、ちょっと適当にやる感じです。これはあくまでニュアンス的な感覚なんですけど、一生懸命やろうとすればするほど力入っちゃって、なかなか、まあ、初心者の人とかですね、一般の同情生とか、ね、これ選手クラスでも、そんな感じですね、見た感じ、ね。もう全然できないです。だから、ちょっと、もう適当にやる感覚でヒュー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 出すんですね。そうすると、感覚がつかめてくると思います。あとは、慣れてくれば、もう自分のペースで、ね、ヒューヒューヒューバーンってね、バンバン、バンバンバン、ね、バン、ね、ドン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 、ね、もう自由にどん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 自分のペースでやってみればいいと思います。もうこんな本当、この130円2つのペットボトルで、ね、脱力感覚、スピードを出す感覚、インパクトの感覚、ね、インパクトの。インパクトの感覚、ね、もう非常につかみやすい練習法なので、ね、まあ、これは僕の方法なんですけど、まあ